せーの、わー関ヶ原の河川の関ヶ原の真ん中の小さいカタカナの毛はガと発音するけれど、お前は漢字やっぱりカタカナ、一体どっち。次々とか山々とかの反復記号の変なやつ、なお名乗れ。番組中に司会者が一言こう言った。ただいま不適当な発言があったことをお詫びいたします。いつそんな発言したんや、俺は気づかへんかったぞ。何言うて、いつ言うて、誰が言うて、気になって番組どころ違うかな。頭にリンゴを乗せたならウィリアム・テルが打つけれど、頭にみかんを乗せたなら鏡餅。お前はくっついていたいのか、それとも剥がれたいのか、はっきりしてくれ。 CD の横についてる帯。みんなウォークマン知ってるので、俺もウォークマンの代わりに家にあった低周波治療器、耳に当ててボリューム上げたら頭が痙攣、ピク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 ったらピクピク。冷や麦には 2,3 本だけ赤や緑の麺が入ってる。 2,3 本しかないからみんなで取り合いになってしまう。いっそのことぜーんぶ赤と緑にしたら気持ち悪い。おい、お前ピザで10回言うてみ。肘お前嫌いや。大根おろしを必死で吸っていた、あんまり夢中に吸ったのでもみじおろしになっていた。ギャー。床屋さん、お客さん、今日はどんな風にしましょうか。うん、ちょっと短くしてもらおうかな。はい、お、切り始めたな。ちゃんとやってくれるかな。おいおい、そこは切ったらあかん、あかんで、あー、おいおい、そこも切るか。おい、わ、そんな思い切って、うわ、そんなに刈り上げなっちゅうのに、あー、前髪がだんだんブサイクになっていく。うわ、なんちゅう頭や、こんな変な頭で街歩かれへん、くそー。涙出てきた。よくもよくも、こんな頭に仕上がって。お客さん、どうでしょうか。あ、いいですね。国語辞典で因果応報という言葉を調べていると、陰核、女子の外陰部にある小陰茎、男子の生殖器の一部、陰毛、陰部に生えてる血だけ、陰乱、みだらな行為に溺れること、あれ、俺何調べとったんやろ。病院に健康診断に行って、カップに尿を取り窓口へ持って行く、隣の人と目が合って、あ、どうも、乾杯。寄せて寄せてお肉を集めてぐっと上に上げ、胸の谷間を際立たせボディースーツで整える、ベッドインして外したらボヨヨ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 。ショートソングでした。